ということで、今日クレーンゲリオさんと珍しいゲームセンターに来ました。珍しいですね、本当に。千葉のビッグカメラ台東店、はい、手順化できてますもんね。手順化できてるんですか。はい、リアームを寄せましょう、箱を立たせましょう。はい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 、立ちましたね、いきなり立ちましたね。一回次の忘れてました、はい、今回一応5000客で、はい、5000円で台東ステーションでどんぐらい取れるか。お、久しぶりの、半年ぶりの台東で。じゃあ予想どんぐらいだと思いますか。5個は取れんじゃないですか、なんだかんだ。目指していきましょう。これ、寄せ甘めがいいですか。寄せ甘めが僕はいい気がしますけどね。マックス開かないんですね。あ、若干開き少ないですね。お、ああ、これは、これは。どうでしょうか。ちょっとでも奥に出てくれればね。この、こんぐらいで。それでさっきみたいに全く動かなかったら、はい、ちょっとスタッフコール。スタッフコールで。ああ、どうすかこれは。手前に当てながら。ああ、これちょっとスタッフコールですね。スタッフコール。そのまま倒してもらったって感じですね。はい、まあ縦はめしちゃうのが一番無難なんじゃないですか。お、いいところ、いいところですよね。両アーム使ってる感じでいいけど、これ回れば最高ですけどね。初期位置ここなんで、で一応回し狙いなんですが、両アーム勝ってます。はい、手前狙いますか。じゃあはい、手前でちょっと倒すよね、イメージは。そうっすね、いいんじゃないですか。倒れれば嬉しい。おっ、ああ、はまりました。沈んでますね。はい、寄せ強めで、なんならもう振り切っちゃうぐらい。はいはい、右寄せました。おお、いい。これで今度右下角谷入ってるんで、手前じゃないですかね。止めかけみたいな。あ、いいんじゃないですか。入っちゃいましたけど、おー、いい。で無難に縦はめ的な感じでいい気がしますけども。あー、どうかな。詰めかかれば入る。おー、やりました。こういう橋渡しっていろんな箱サイズありますけど、はい、どれが一番取りやすいとかってあるんですかね。僕的にはこれが取りやすい気がするけど、やっぱり中箱薄いんで、箱ってその沈める距離が短いじゃないですか。ああ、なるほど。だから取りやすいのかな。7チみたいな、ああいう箱を、いや、厚いんですよ。沈めるの時間かかるんで、取りやすいんじゃないかなって気はしますけど。あと可愛い、それも一番大事です。大事です。これ初手どこ狙うとかありますか。奥左寄せなんですけど、はい、逆にこれ薄いんで、はい、左側でも縦はめできちゃうと思うんですよ。確かに。だから逆にもう右寄せちゃってもいいのかなっていう、手の糸と逆をいく。それでワンチャンハマっちゃえば。え、あ、でもいい。右手前カードがバーの内側入っちゃえばもう当てはめすぐなんで。おお、まあ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 、左寄せですかね。ちょっと角度ついてるじゃないですか。はい、ギャン寄せの方がいいですよね、多分。ギャン寄せの方がいいですね。なんなら立たせるぐらいの勢いで。そうですね、滑らせて。あ、いいですね。これで止まってくれれば。あ、でもいい。こういうことですか。いい。これ何割知らないですか。7割くらい知らないです。うち8でやってるんですよ。じゃあ8割しました。ありがとうございます。滑らせるぐらい寄せて。そうですね。あ、位置めっちゃいいとこ。はい、うお、早い。何割ですか。8割で。ありがとうございます。いい、よかったです。薄い箱は取りやすい。じゃあ3時いきますね。はい、この寄せて結局とりあえず立たせるですよね。まずは箱を、まあ、末広大体これでいい気がしますけどね。初手はそうですよね。お、はいはいはい、多分出航シリーズってこれで言うと奥が重たいですよね。そうですね、足重心なのかなと思って。手前振ったら一気に倒れるとかないですかね。滑らせるぐらい寄せて見たい。いけ。おお、でも、もうどうですかこれは。末広ってこれがむずいんですよね。だから寄せられなくなっちゃいますからね。この場合はちょっと左寄せて奥狙って滑るんで。はいはいはい、ちょっと角度つけます。おお、
寄せらんないのがむずいっすよね、末広の。で、狭いをはめる。寄せらんないんで、じゃあ一回奥振りますね。お、これでは手前がちょっとさっきよりも寄せられそうなんで、これでも手前狙っちゃいます。どうしよう。おお、いいっすね、いいっすね。どんどん奥外していきたいですね。だいぶ奥来ている。すみません。いいとこですね。いけ、来た。時計回りにねじれるんで、手前バークロスしやすいじゃないですか、バーが斜めなんで。引き抜きでどんどん抜いていくの良さそうですよね。はい、あ、これで干渉しないんで、うまく引き抜いてくれれば。はい。おお。はい。おお。そんな汚いか俺らが。俺らがそんな汚いのか。こっから離れないですよ。あ、近づいてくる。前に顔あんのに、はい、後ろに生贄のようにつけられてます。人中力。人中力。人柱ですね。まあ、リラックスタイム大体下重心なんで奥が重たいですよね、これ。これ僕見てないんですよね、かぐやさんの。僕も見てないです。人気ですよね。確か推しの子と作者の人一緒です。どっちですか。推しの子って違いますよね、書いてる人と脚本家。あ、そうですか。確かにどっちだったっけな。でもなんか同時連載してるらしいですってことは、お給料高いってことですか。お給料高いってことさっき3時軽い方振ったじゃないですか。はい、こうすると予想で重たいと思われてる、はい、奥の方振ってみていいですか。いいことです。え、あれ、え、でもこれいいことなんじゃないですか。右奥角が、はい、あの橋の内側入れば、ああ、あ、まあ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 、どんどん角度をつくのいいことなんですけど、はい、そうするとどんどん寄せられなくなってくるんですよね。まあそうですね。でもいいじゃないですか。あ、熱い。いい、いい、え、あちち、あちち、こくらせたいじゃなくてこくられたい。確かに、できればちょっと緊張しちゃうんで、こくってもらえると助かりますけどもこれ押しはどうですか。押せれば右奥、押しちゃえば取れるんですけど。女性フィギュア、ほんとそろそろ本当に押せないんですもんね。はい、手前振ってですよ、そうだったら。手前振りましょう。撫でますか、奥をこうやって。撫でるってことにしちゃった。撫でて、こういうことですか。おお、こういうことですか。おお、撫で落とし。撫でただけなんで、押してないっすよね、今のは。ちょ、クレーン芸人さんに取り方を教わろうかなっていう。おい、この箱サイズだからできる技があるらしくて。おい、まずは手前を押してください。ホットプロキャラなんでガンガンいっちゃいましょう。いやー、ここで角度がついたんで、はい、本当の箱立てたいと思うんですけど、はい、逆にもう横低めみたいな感じで奥振ってください。バー干渉させるとよりいいかなと。はい、レッドラウト。はい、あとは奥回してあげて横にしていく。押すんですね。押しは言うと、特にクレナなんで、あれ、マーカンションすれば。おお、いいんじゃないか。最後なんかアーム奥に行きますね、ちょっとブイン行きますね。あれ、いいんじゃないですか。あー、まあ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 、最後、奥行くんで、なぜかビートを引っ張られて行くんですよ。反応で、あー、惜しい。手前気味からいいんじゃないですか。ブイント、ハンド、あー、欲しい。あんまり手前からやるギュインで入っても、結局あの上がるときに手前に戻ってくるじゃないですか。あー、パワーが伝わんないんですよね。なんでまあグイントハンド、あー、欲しい。普通に奥目に入れちゃっていいと思います。じゃ上がってくるときに、あ普通に初めから奥目にしてればはい、取れましたね。自分のイメージなんですけど、はい、斎藤さんって大柄に取りやすいってイメージあって。おー、シールドが低いっすね、全体的に。ここって全部シールド低くて、はい、全部爪の角度いいんですよ。へー、なんで、はい、どうします、どうしますこれどうするんですか予想ですよ、傾向と対策的に。あんま開かない、めっちゃ開いた。こ
は入ってれば全然。あ、まあ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 。これはちょっと撤退でいいですか。ちょっと僕にはまだ早かったっす。ちょっと僕じゃこれ。はい。ということでごめんなさい、さっき諦めたんですけど、おい、初手右寄せでパーテーションギリ超えたぐらいがいいと思います。分かりました。なんか水広がりってもとにかく臨機応変さかなっていう気がしますね。あ、そうなんですね。ただ初手はこれで、はい、はい、どうネクスト臨機、ネクスト臨機は、手前右寄せでパーテーションも上でいいと思う。倒れてるんで隙間ができてるんで、はい、ここに隙間できてると思うんで、そこに入れると臨機キッズ、臨機キッズガラスの少年。ああ、チーカーの塊っすね。手前だとだいぶ動きは出てこなくなると思うんで、はい、今日は奥側バーのゴムの干渉を使って進める感じで、左寄せで。わかりました。はい、リンキキッズで。リンキキッズで、はい、あ、干渉、はい、いいんじゃないですか。いってますよ。はい、おお。これ今週末コテージ行くんで早速使っちゃいます。いいっすね、かわいい。テキーラぶっ込みます。中身はかわいくね。クエルボスね。ウェルボマルガリータ、ゴールド、シルバーどっちですか。マルガリータってやつがおすすめです。あ、いいですか。あ、ガチのおすすめ。17度ぐらいのカクテルテキーラって言うんですか、お酒詳しくないですけど、あれが飲みやすいです。で多分今のバー干渉がちょっとできてなかったんで、はい、もうちょっと奥めでゴムのバーとこのビニールの摩擦を使う感じで、これがバー干渉ですね。めっちゃいい、めっちゃいい。うん、おー、いいっすね。そう、バー干渉の説明入れていただけると一般的にすごいありがたいんですが、バー干渉は弱い時によく使えるやつですね、はい、バーとそのアームを接触させることの摩擦で刃を上げるっていう裏出すね、はい、あ、おー、なるほど。おー、そろそろやっちゃった。何でいけ、おー、バー干渉ってどういう意味なんですか。このバーにアームが引っかかるじゃないですか、はい、今引っかかってましたね。滑り止めが効いてれば効いてるほど使えるんですけど、バーをここに当てることでアームが負けづらくなる。滑り止めが逆に効くんですよ。アームに対して滑り止めが効く。アームが普段だったらカカンってなっちゃうのが粘る、はいはい、右アームがここのゴムに干渉してれば動くんですよ、はい、おー、すげえ。なるほど、摩擦で、摩擦でリンキキッズでこれでいいと思います。バー干渉してます。あ、いいですね。多分もうビニールだけなんでワンチャン押してもいいのかなっていう。暗い。おお、もうちょっと頑張れ。あ、惜しい。もう一回押せば。重力で最近マッシュで見てるんで。あ、出た。グラビオル、グラビオル、グラビオル、グラビオルで。ちっちゃいこうするんですよ。グラビオル、グラビオル。いや、クレーンゲームさんにおすすめしてもらってマジで今季一番ハマってます。面白いですよね、はい、グラビオル。あ、グラビオル、いけ、グラビオルだ、はい。あと100円になりました。炭酸水買います。炭酸水買います。ってことで、はい、5000円で6個。最初の目標よりは良かったじゃないですか。ここら辺もクレーンゲニューさんのおかげそうなんで。いえいえいえ、良かったです。ありがとうございました。今クレーンゲニューさんのチャンネルでも、はい、5000円客やってるんで、頑張って7個お願いします。あの技使いますよ、ね、あの技と、あの技とあれ使っちゃいますか。あれやりますね、金技っすね。ありがとうございます。お願いします。